男が死から復活し、神と平和へと向かうようを象徴している。不老不死は永久に若く死なないこと。不死身のインギ語、調整不老と同意である。中国人の伝統的な生命観の一つとされており、始皇帝は実際に不老不死の薬を求め、帰って死期を早めた。その他にも不老不死を求める話は口述の通り世界各地にある。西洋では、 エリクシール・ローブ・ライフという錬金術の霊薬がある。古今東西の賢人は、皇術の通り不老不死を求める行為の愚かさについて指摘している。神話などは教授により色化おかし、境内できない、肉体由来ではなく、教授で置いたりはせず、境内できる精神に由来する文字や壁画などの文化であるため、神話における死や不老不死は象徴的なものであることが多く、 特に明暗や教会が、はっきりと分かれる太陽や月、昼夜などに結びつけられた神は、象徴的に死と復活を繰り返し不老ではあるが、不死ではないとするものが多い。またそれに関連して、その死が現世から立ち去る、あるいは隠れるだけであると、死の断言を回避することで、間接的に不死であるとするものもある。また一答えにおいても、明快や煉獄、 あるいは輪廻転生といった肉体は朽ちても個人の精神は不及であるとする文化がある。最古の不老不死説話はメソポタミアのギルガメシュジョジシである。この物語は紀元前2000年頃にはできていたとされる。ギリシア神話に登場するティーターンも不老不死である。また北欧神話のアース神族も不老不死である。リグベーダにおいては不死の飲み物、 アムリタをめぐって神と悪魔が争っている。中国では古くは始皇帝が不老不死を求め、実際に女服に法来の国へ行き先人を連れてくるように命じたことが式に記録されている。無論、それらを探し出せなかった女服は始皇帝の怒りを恐れてそのまま日本に亡命したと伝説は語っている。この世で強大な権力を手に入れた始皇帝は死を恐れ、 不老不死を手に入れようとぶ形に無理難題を押し付けた。始皇帝によって、不老不死の薬を作ろうとする、試み連単術が始まったが、無謀な命令を受けた彼らが作り出したのは、新社、すなわち水銀などを原料としたガニ薬であり、それを飲んだ、始皇帝は猛毒によって死亡した。暑い砂漠を移動する中、始皇帝の死体はすぐに腐臭を放ち始めたが、 皇帝の死を隠すために皇帝の馬車の前後に腐った魚を乗せたとか、側近が皇帝の死体を腐った魚が入った箱の中に入れたなどという話が残っている。四季の他の項では、不老不死の薬が得られなかった代わりに、延年液樹の薬の名が登場する。他にも、漢の武帝の時代に3000年に一度だけ実る、聖王母の千桃を食べたという東宝たちの、 伝説が残っている。また、李白もしろ虚偽も、不老不死の薬を作ろうと努力したと伝えられる。王行徹の不老不死という書籍では、中国で千人の伝説が生まれた状況や、その千人の謎に包まれた生活様式や修行の内容を、また、不老不死の戦略、金丹がどのように描写されていたかが解説されている。日本の竹取物語では、 月の国に由来するという不老不死の飛躍が物語の最後に登場した。古事記にはイクメリビコが登場する。食べれば不死になるとされる時軸の核という好みを探すために田島守を床予告に使わす。田島守は苦難の末にそれを手に入れ好みを縄に通したもの特使に刺したもの八つを作り帰還したがその時すでに天皇は死んでいた。 半分を大号に渡し、残りを育名リビコの両母に捧げるとそのままの姿で息を引き取ったという話が記されている。ここには中国の新鮮思想の影響が伺えるという。まず、人における不死の定義は精神と肉体の死が分かれているため、サイエンスフィクションが盛んな現代においては定まっていないという点に注意する必要がある。 すなわち、死の山頂校の永続回避であるか、不老が継続することによる老衰死の回避であるか、宇宙空間などの極限環境でも生命活動が停止しない状態であるか、脳などの重要機関が外的損傷や切断された、後からの回復が可能な状態のことであるか、肉体が消滅しても、 その瞬間と完全に同じ状態を再現した肉体に精神を移植させることであるか、など、不死の定義は様々に分かれているのである。生物学的な検知では、個体の精神的個性を発生させる器官が不可逆的に停止した時が死である。単細胞生物も多細胞生物も、一定期間で細胞分裂を行い、子孫となる細胞を作るという方式で種としての、 生命をつなぐ。単細胞生物は、漏水による自然死は発生しないが、真核生物に属する場合は DNA に損傷を受けると、ミトコンドリアによるアポトーシスが誘発されるため、細胞機能停止による自然死を迎え得る。多細胞生物の細胞は、細胞分裂を重ねるにつれて、ヘイフリック限界に達して、老化を開始し、あるいは前述のように、 外的要因によるアポトーシスが行われ、この老化現象や細胞死が代謝が遅く大体の、効かない脳や心臓などの内臓器官に及ぶと、不可逆的に停止して、絶対死に至る。このため細胞老化をつかさどりヘイフリック限界を延長するテロメアやテロメラーゼを活用して、細胞死を回避し間接的な不老不死を発生させる研究が行われているが、未だ動物における、 成功例はなくその大部分が細胞の眼科によって失敗に終わっている。不老不死に成功したとして、元々の姿のまま遠い未来にまで生き延びることを望んだ場合、生物学的には人間の進化が続いていくため、周囲が新しい人類に進化しているのに、自分だけが古い人類かつ古い価値観のままで取り残されることになる。技術による 身体機能のアップデートが可能だとしても、不老不死を始めた時点とは何一つ似ていない、異質な世界で暮らすことには、変わりなく、精神的に世界の変化に対応できるかが課題となる。一旦個体が老化した後に若返りができる動物も存在するが、極めて例外的でありまた、常に若いままという不老不死の定義にも反する。また一部の癌化細胞が、 不死株として培養され続けている例があるが、癌細胞は増殖能を持ち他の細胞を侵害する上栄養、供給が断たれれば、縮死とともに死ぬため、癌化が直接に不死をもたらすものではない。現代の医学においても、老化の防止は重要な課題であるが、いわゆる若返りは、愚かプログラム細胞死の回避すら困難なものであり、現代医学において、長年にわたって、 老化を押しとどめるものではない。不老症は確認されていないものの、赤ん坊の姿のまま成長が止まっている16歳の女子ブルック・グリーンバーグの一事例が報告されている。ただし彼女は2013年に亡くなり、単に成長が止まっているのか能動的に余いを回避しているのかは不明のままである。不老不死を永遠に続く生の苦しみ、死による終わりがない苦しみと解釈し、 それに継承を鳴らすことで、不老不死を求める愚かさや、永遠の生にまつわる、詐欺行為を戒める偶話や伝説は、数多い。例えば、フライングダッチマンなどは、永遠のせめくを与えるために、不老不死を与えられている。また、ギリシア神話のプロメーテウスは親族であるがゆえに、不老不死であり、それによってゼウスが化した内臓を、山上で晒し物にされカラスについばまれ続け、 苦痛を受け続けるという刑罰が成立している。不老不死が不可能と分かっていつつ、少しでも長く生きたいと思いながら、毎日1日1日をいい加減に扱う人間の生き様を、東西の賢人たちは警告した。健康防止は、つれずれ草の中で以下のように記した。妙理に使われて、静かなるいとまなく、一生を苦しむるこそ、愚かなれ、 つれずれ草第38段人間は、ありのように集って、東西に急ぎ、南北に走って、夜になると眠り、朝が来ると働き出す。何のためにそうした生活を営んでいるのか。ただ長寿を願い、利を求めて、やむ時がないのである。しかし、老い年は誠に早くやってくる。そんなありさまで人生に、何の楽しみがあるだろうか。ところが迷っている人間は、 それを少しも気にかけない。というのは、妙理に溺れて、死という人生の終点が近いことを考えようと、しないからである。つれずれぐさ第74段古代ローマの試作家、セヌカも、人生の短さについてで、健康奉仕と同様に、人生は短いのではない、人間がそれを短くしてしまっているのだ、と述べた。それは、不節制で人生を短くしているといった意味ではなく、 我々が、ついたちついたちを大切に生きていない、ついたちついたちを、生かしきっていない、ということを述べているのだという。セヌカは、毎日を、人生最後のついたちのように思いつつ、明日を頼りにして、今日を失わないこと、心の多忙から解放されることを勧める。心が世話しないと、たとえ物理的には引退して別荘に住んでいても、心は感じるべきことを感じない。セヌカはこれを、 怠惰な多忙と呼んだ。また、心を肝心でない事柄に向けて、忙しくしてしまうことを、ブレーズ・パスカルは、パンセなどで、リベルティスメント・リベルティスマンと呼んだ。ありがとうございます。